らげ、ふらげ、ふらげ、はい、ふらげということでございまして、どうも、欅の種です。ということでね、人生初めてかもしれない、ふらげというものにしました。今日は、まだ火曜日ですから、10月の18日ということで、明日ですね、桜坂46初の映像作品、ファーストイヤーアニバーサリーの、円盤が発売されるわけですけれども、買ってきちゃいまして、ででん、フラゲでございますね。はい、フラゲ日ということでございますけれども、タワーレコードさんね、に、行きましたらちゃんとありましたということで、買ってきました。いつもはですね、通販で頼むんですよ、僕。で、ネット販売で買うんですけど、今回はもう店頭で直接買いに行こうということで買ってきました。で、タワレコさんの、特典はこちらね、かりんちゃん、これ何の時なのかがちょっと分かんないですけどね、クリアファイル裏はロゴになっておりますが、ということで、まあ皆さんも見たいでしょう。実物こちらになります。ベベーン、はい、ほおー、なるほどね、これは完全生産限定版ということでございましてね、分厚いですね、しっかり分厚くなっておりますね。はい、で、中身は何かというと、ディスク1がもう、本編2日目かなの映像で、ボーナストラック、ディスク2は、ビハインドザ、センスオブファーストイヤーアニバーサリーライブということで、ボーナストラック、それから、初日の映像ですね、プラリグ、地下鉄、君僕の、パフォーマンスも入ってるということで、僕はブルーレイで購入いたしました。本編が152分、ボーナストラックが54分ということで、なかなかなボリュームですね。はあ、あのですね、まあこれはもう映像専門というか、映像が好きな方だけの話になるんですが、この下にですね、ここにね、1920×1080、23.9 いくつって書いてあると思うんです。23.976p って書いてあるんですけど、これですね、通常テレビって、1秒間が60コマで構成されてるの、まあ、正確には30コマに近いんですけども、これ 23.9 コマで作られてると。1秒間がどういうことかっていうと、映画とかに近いんですよ、小回りが。だからすっげえなんかね、アーティスティックに見える絵になってる気がしますよ。はい、ね、こういうところもね、チェックしながら見ていこうと思います。9月10日12月2021年、日本武道館ですからね。日本武道館に立ったのは欅のサード以来か、サードの、以来ですね。はい、では、開けました。で、上から撮るタイプですね、今回はね。いつもこう横からでしたけど、今回上からですね。出します。でん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 、中、あー、いいですね。あのね、欅の頃からのもうお決まりでございますが、この中も見てみてください。ちょっと暗いんで、あー、ここ見るとわかる。わー、いいですね。なるほど、こういう感じなんですね、今回は。いいです、いいです。あの、買った方ぜひ中見てみてくださいね、ここね。はい、で、大きく2つ入っております。こちらが円盤が入ってるやつですね。武道館がね、桜色に染まっておりますけれども、これは、あ、桜坂の歌の時ですね。見開きにするとこう見えるって感じですね。中は、あ、結構ね、シンプル。ディスクが2枚入ってますね。色もこれ青いのかな、少しちょっと青みと紙みたいな、あ、こうやって見ると分かりますね。こんな感じになっております。シンプルね、シンプルなのは嫌いじゃないです、僕は。で、ポストカードが入ってます。うわー、ポストカードの頭が赤面でしたね。
いい表情してますね。ちょっと中身見ますね。これって入ってるのは決まってるの？ランダムなの？ちょっと後で調べてみますけど。全部で何枚入ってるのかな？おー、いいですね。6枚入ってますね。いいカット。ああ、いいですね。で、はい、ここですね。はい、他は見せません。ね。何が出たかは、それぞれ皆さん、教えてください。コメント欄でね。アカネンのラストの表情、いいですね、これ。これは、僕の中ではもうこれだけでも、もう十分ですね。はい、ということで。ちょっと片付けて。でもさ、なんだかんだでポストカードってむちゃくちゃ増えますよね。ここの奥の方にも、これ、カレンダーのポストカードとかありますけどね。はい。まあ、それは置いといて、これね。ここまた入れときましょう。よっと。はい。で、もう一つが入ってたのがこちら、フォトブックということで、こっちが表紙ですかね。はい。なんてシンプルな。すごいね。いやー、映えてんね、映画。うお。いや、どのカットもかっこええな、前半は、本当に。本当、戦いに来てる感じが。うわ、いいですね、これ。あ、これ各メンバーのソロショットがそれぞれある感じかな、途中途中はね。おお、いいですね。武道館、武道館ってこのすり鉢型のがいいね。いい表情です。おお、いいですね。あ、いいですね。あ、いや、ゾクゾクする。もう本編早く見たいって感じね。本編見るのちょっと時間かかるんであれですけど。あ、いいね。あ、いいですね。卒業セレモニーの絵もありつつ。いや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 。あ、これ白黒。あ、白黒とかもあるんだ。なるほど、なるほど。流れ玉のこのインパクトもあるし、この振り幅はやっぱり、桜坂らしさ。あ、これかっこいいな。これそれ合いか半信半疑、どっちだろう。半信半疑かな、どっちだ。これ初日かな。あー、最後、あ、ここもね、あのね、このフォトブックいつもどれもそうなんですけど、これね、最後のページがだいたいオフショットなんですよ。いいですよ、これ。このオフショットはいい。なんだろうな、グッとくるな。個人的にこの中で一番好きなのはペイちゃんと会長のところ好きだな。あと、ゆいぽんみーちゃんもいいですね。いや、いいですね、これは。いい、これもじっくりまた見ましょう。ということでございましてね、まあこれ、僕購入額1万円になるのかな、これ一応ね。なのでちょっとお高いっていう方も絶対いらっしゃるのは間違いないんですけど、でもね、やっぱり1個は持っときたいね。はいね。このデザインもなんかこう本当にいろんな色に染まる桜坂らしさをうまくこう考えて作ったんだろうなとは思うんですけど、まだいける気がするよ。デザインチーム、ちょっと最近デザインもう少しってところがあるんで、まあでもね、本編には裏切りはないと思って、今まさにねセカンドツアー中ですから、それも含めて、皆さんも楽しみに見ようね。これだからどうしようかな。一回見ます。で、一回見て、で、リアクション撮って終わった後に、
で今度はみんなで鑑賞会みたいなの、だからそっちはどっちかというとこう技術的な面とかこのカットいいよねとかそういう話はできたらと思ってます。それとも2時間撮る？サマチルさんみたいなことは僕できない気がする。ということで今日はフラゲをしてみました動画でございました。皆さんはいかがでしたか？お金がある方は限定版ね、通常版 DVD だとだいぶ安くなります。ただねやっぱ DVD は画質が落ちるんでやっぱりブルーレイがおすすめですね。個人的にはやっぱりいい絵を見るならブルーレイです。これはあの念のため念をして言っときます。ということでございまして、皆さんもぜひご購入のご検討をということで、今日は、桜坂46ファーストアニバーサリーの円盤のご紹介でした。それではまた。取って出しできるかな。